はい、どうも。バイオハザード・リベレーションズ2プレイして、第3回目プレイしてまいります。ボンビネコです。では、3回目続き。前回までが、謎の幼女見つけて、ここまで来たんですけども、もう完璧にあれですね、監獄。そしてそっちから、なんか、左に行くとなんか、ボンビの声が聞こえるんだけど、なんかいる？いない。いるし。なんか、疲れ果てた日曜日のお父さんみたいな感じになってるけど。おお、なんだ？夜の恐怖、夜でない恐怖。え？ねえ、今の何？クレア。怖いの？どんな気持ち？教えて。何を言ってるの？その腕輪は恐怖を感じると色が変わるの。あなたのは何色？あなたは何者？そんなわけで。わけわかんない。全然わけわかんない。現在、黄色なんでございますが。え？え？なにこれ？え？なんか、え？大きさ違くない？この人。なんか頭に、やばいもんつけ、ハンマー？え？ちなみに、ここにいるよね。通常がこれだよね。え、なんか大きさ違くない？こいつ。え、やば。行けよ。おう。キバ。お、ハンドガン弾で中。前回からショットガンを手に入れてました。こっちが22発。ハンドガンが47発あるのか。てか、至るところにゾンビがいるよ。ここは？特に何もなし。上にも行ってみましょうか。上は何かあるのかな？おお！お、こっちにもいる。やばい、一匹。うわ！管理部屋の鍵とか書いてあるし。やばいやばい、バレた。やべやべやべ。うわ、こっちもいる。逃げよう。こっちは？お、なんかある。収容施設のチブ。オッケー、チブ手に入れた。なんか読み物あるね。警備教官の通知、所長からの指示に従い、実験に使用していて火炎放射像を出入り口に設置した。火炎の威力は凄まじく、多数の脱走者が突入しても難なく焼き殺せる。こいつは実に頼りになる門番と言えるだろう。これで実験隊たちの脱獄は不可能に近い。火炎こ放こから射出られ砲。そう。お。そしてあからさまに、歯車がなーい。歯車開かないとダメってことだね。これが火炎放射砲なんだろうね、多分。こっちは。こっちにもあるけど。あ、あれ、違法カスタムパーツ。ん？カスタムパーツだよね、あれ。わあ、あれ、ぜひとも欲しいな。こっちは、開かない。これは撃って取るとかじゃないよね。ちょっと一発、裏取りちゃう。ああ、撃ってではないね。普通に取るんだ。じゃあ、あれどかさないと取れないね。こっちにもあるし。なんかこれ。アイアンメイデンみたいな、あれしてるけど。こっち行きたいね。こっち行こう。ふれちゃん。違う。あ、なんか落ちてる。お、あ、歯車あるじゃん。あそこに。あ、なんかノートだ。遊警地にての書き写し。旅行者を訪ねた。あの男は自分自身に課せられた判決を知らないんですかね。ショコは答えた。教えてやっても意味はないでしょう。何しろ自分の体に刻まれるわけですから。フランツカフカ流刑地にてよ。
刻まれるってあたり、もうあれで切り殺されるってことなんだろうな。これはトパーズー。だから、こんなところで宝石溢れて何の意味があるんだろう。何なの、これ。確かにまともじゃないわね。ああ、刻まれるって意味分かったわ。間に何か挟まってるよ。だね。取れないかね。打って取るようなもんではないね。もうお、これは反応ないね。電源が入ってないわ。電源いないと。電源はどこ？マジかよ。この上は？あ、こっちもなんかある。これは？ステップ隊。ステップ隊？ステップを抑え、気分を癒す効果もある包帯。パートナーに渡しておくと使ってくれる。ほうほうほう、じゃあ渡しておきましょう。で、あ、違法カスタムパーツボックス。で、なんか、あからさまにこれやれよ、みたいなところがあるけど。武器解剖台では武器の解剖や入れ替えが行われます。丸、解剖。手に入れたカスタムパーツを武器に装着したり取り外したりできます。近く入れ替え。はいはいはい。ダメージ、レベル1。んー、ダメージレベル1だったら、ショットガンはもう元よりダメージあるわけだから、そうだね、ハンドガンにつけて評価をかけよう。こっちはなんかあるのかな？あ、こっちにも行けるね。こっち行ってみましょうか、まずは。あーい、無理。ってことは、さっきのあのジャンプするところだ。あそこに行かないとダメだ。モイラ、この上を手を貸すから登ってみてくれる？あれ、先にちゃん乗れ。あ、クレアちゃん。おお。ちなみに宝石はね、あのレイドモードだと、あの、なんか、復活とか、そういうのをかけられます。ちょっとレイドも生放送で、やってみてます。箱に仕掛けられたロックを解除してください。カーソルを動かして絞り込み、解除ポイントを探り当てれば解除できます。解除ポイントの位置はカーソルの色変化と振動、初回のみ解除ポイントのヒントが表示されます。ここのことを言う。あれ？なんか、あ、これ？あ、本当は振動した。あれ、ブレた。ちょっと待って。あ、そこ、あれ？なんか、あの、地味に難しい、これ。ここでいいんだよね。解除ポイントは複数存在することがあります。すべての解除ポイントを探り当ててください。あ、ここじゃない。あ、なんか、ここ、振動した。あれ？もうちょっと下？これ。これ、地味に難しい。あれ？あ、ここ？あ、OK、来た。開いた。中身は？弾薬キュース。これは大きいな。あ、これは取る価値がある。確かに。さて、こっちは？私だけじゃいけないよ。ええー？あ、はい、すいませんでした。あ、ここを開けて、クレアちゃんが渡れるようにすると。クレア！モイラちゃん、一人だと、なんか、心細いね、確かに。武器がバールしかないからね、結局。まあ、エクスカリバールに頼ってる時じゃないかな、こんな状態じゃ。ハンドガンは、あ、ごめん。ごめんなさい。
早く外に出て助けを呼ぼうよ。おお、こっちにじゃあ、ごめんごめん、本当にモイラちゃん銃が苦手なんだね。なんかが動いたり、この中は、さっきの監獄の反対側だね。こんな気味悪いとこ早く出よ。はい、分かっちゃいるんだけど、まだ気を抜いちゃダメよ。オクトパーブ、これは何かに使えるのかな、ね、気持ち。ああ、怖い。また出た。あれ、死んだ、一発で。なんか頭になんか変なもんがねんじ、くっついてあるけど大丈夫この人。まだいる？いない。こっちの部屋は？あ、なんかある。囚人の手紙。母さん。助けて母さん。事件隊と呼ばれて拷問を受ける毎日が増えている。僕は何をしたと言うんだろう。どうして僕はこんな目に遭ってるんだ。痛いよ、怖いよ。もう気が狂いそうだ。え？じゃあ関係ない人間を連れてきてあれしたってこと？なんか普通こういうのって、まずはその、なんて言うんでしょうね、死刑囚を、うおぉ！やばい！ちょっとまずいよ、これは。おっぺん！ほら、ほら、起き上がるな。あっぶねえ、2体連続はなしだって。おお、来た。ビビってるよね。ナイスショット。キック。ナイフ、ナイフ、ナイフ、ナイフ。起き上がるな。よし、オッケー。あっぶねえ、つけたい。で、これは、モイラちゃんに渡すと。この中にも何かあったんだよね。OK。実験に関する注意事項。実験体の状態を表すセンサーは、アドレナリンとノルアドレナリンの分泌量によって、恐怖の度合いによって色が変化する。緑、平常。これはなんて言うんだ？緊張がわからない。赤点滅は恐怖。赤、発症。実験中に実験体のセンサーが赤、すなわち発症した場合は即射殺せよ。なんで恐怖を感じると射殺されちゃうんだろう。わからない。とりあえず、こっちは。こっち、地下に行っちゃうのか。地下は嫌だなぁ。ちょっと先こっち調べましょう、じゃあ。それにしてもさ、これさ、モイラちゃん、お出番です。そこにアイテムがあります。これ、個人ごとなんですけど、普通銃にさ、フラッシュライトの一つでもつけねえかなって。そんな気がするのは僕だけなんですかね。何もいないかな？ OK。起きての門の書き伏し。男は門の中へ入れてほしいと申し出た。門番は答えた。そんなに入りたいなら禁止に染めて入るがいい。だがいいか。わしは一番下っ端だ。この先に門番たちは震え上がるほど恐ろしい。フランツカフカ、起きての門より。はぁ、あ。何が言いたいのかよくわからなかったけど。こっちにも階段？このロッカーは開かない。ダメなのかな？こっちにも、地下に行く。じゃあこっちから入っちゃうか。帰ります。帰ります。帰ります。
今、皆さんには見えましたかね。まあ、見えてると思うんだけど、帰ります。お願い。あ、バイルちゃん。バールのお出番です。お、ここ振動してる。ここ。あれ？あれ？振動してるから、いけるかなと思うと、そうでもないんだよな、意外と。あ、ここの振動が強い。あ、ダメだ。何回かやってわかった。俺これ苦手だ。見てる方には、結構、ちょっと、わかりづらいんですけど、振動はするんですよ。ただ、ブレてるんですよ。はい、ありがとう。爆発瓶？あ、これ投擲ですね。これはちょっと先にレイドモードとかで使ったことあるんでわかります。L1 でこうやって押すと、こうやって出せるんですよ。で、爆発瓶がまあ、手榴弾みたいな役割ですね。ちょっと今度は反対側にやってきて。あれ？こっちは？あ、いや、繋がってる繋がってる。向こうに繋がってる。まずいまずい。ちょっと切り替えるか。やべ、割れた。引け引け引け、モイルちゃん。よいしょ。爆発瓶、あいつに使っちゃうべきかな。まずい、バレた。先手ハンドガンに行こう。あ、ヘッショ効かねえんだ、こいつ。まずい。やっべ。モイラちゃん引くぞ。あ、モイラちゃん？やべ、まだ生きてるか。まだ生きてるか。死んだか。オッケー、倒した。モイラちゃん体力大丈夫？あれ？大丈夫だ、意外と。モイラちゃん強いのか？もしかして。オッケー。いや、これ、ちょっとまずいよね。今頭埋まっちゃってちょっとわかんなかったと思います。ヘッドショットできない？あれ。まずいな。ヘッドショットが効かない敵ってのは、ちょっとめんどくさいな。さて、じゃあここを一掃したわけで、あ、錆びついた鍵。錆びついたっていうのをなんかよく聞くけど。こっちには、進める。最悪だ。あ、また爆発瓶がある。これは嬉しい。何の声だ？もうちょっと行ってみますか、じゃあ。あ。錆びついたかり。ケチュー。これでじゃあ向こうが。この先に行けるかなと思ったけど。いや、この先になんかいるんだよな。まあ時間もちょうどよろしいので、ちょっと一旦ここで区切りたいと思います。